内藤コナンから1934年6月26日は日本の東洋史学者。名は虎次郎。字は日の江京。コナンは郷。別号に黒頭尊者。白鳥倉吉と共に戦前を代表する東洋学者であり、戦前の山大,大国論争、中国における闘争変革時代区分論争などで学会を二分した。 1866年、道の九国家マナイ村にて、南部藩市、内藤町一と様子の次男として生まれる。父、十安は、折衷学派に属していた。6歳で、大学をわずか4ヶ月で習得し、7歳で、24、ーと4章を習得し、13歳時で、日本外史を通読し、さらに試作を始める。友人や、世間の評判も、 学問ができても決していばらず、喧嘩など一度もしたことがない。関心な子供だというものであった。秋田市藩学校に入学後も、一人、キリスト教会に通い、アメリカ人のガルスト・スミスについて、バンコク史などを勉強した。1884年秋田市藩学校を4年かかる、家庭を2年半で卒業して、10代で、つづり小学校の主席訓導となる。 1887年に上京し、大内青蘭の仏教雑誌、民教紳士の編集に携わり、続けて同じく青蘭の万法一覧、大道新報の記者の後、国粹主義の成教者に入社、帰還し、日本人、アジアの編集に加わった。その後、三河新聞や大阪朝日新聞、台湾日報、万朝報などの編集で名を馳せた。 日露戦争においては、改戦論を展開した。10年間ジャーナリストを務めた後、1907年に、京都帝国大学文科大学史学科東洋、史学講座講師に就任、1909年には、京都帝大教授になった。講師となって、以後、東洋史担当講座に、足掛け20年務め、同僚の加野直樹、桑原実造と共に、京都市長区を形成。 兄弟の学だからとまで呼ばれた。1910年、教授在任期間が1年となったため、加の幸吉総長の推薦により、文学博士。主張の一つである新調史通論は、この博士号が監修によるものであったため、自身が博士論文に相当する論考を書かねばならないと、決意し執筆したもの。同論文自体は、博士学位論文ではない。 東京帝国大学の白鳥倉吉とは、東の白鳥倉吉、西の内藤古南、実証学派の内藤古南、文献学派の白鳥倉吉と並び称された。特に、山大国の所在地をめぐる論争では、機内説を主張し、九州説を唱えた白鳥と激しい論争が展開された。1926年に、大学の60歳定年制に基づき、京都帝大を退官。 また、帝国学士委員会員に選出される。退官後は、京都府三日の原村に陰性し、読書著述の日々を過ごした。1934年6月26日死去。母書は、京都東山の法音人。史論の代表的なものに、独特の文化史観に基づき、中国史の時代区分を等と僧の間をもって大きく、時代を分けるというものが、 闘争変革論である。内藤は、新刊時代を上古と規定し、五漢から、精神の間を第一次の過時とし、五個十六国時代から、唐の中期までを中世とする。そして、唐の後期から五代十国時代を第二の過時とし、この時代をもって大きく社会が変容したとする。この説は、内藤の死後、宮崎一佐だら次世代の京都学派が発展させ、 創意後中世説を唱える歴権派との時代区分論争が展開された。九百二十一年の講演、王仁の乱についてでは、一体他流自愛と申すもので、一寸も私の専門に関係のないことでありますという、いささか挑発的な前置きをしつつも、大体教の日本を知るために、日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は、ほとんどありません。 応仁の乱以後の歴史を知っておったら、それでたくさんです。それ以前のことは、外国の歴史と同じくらいにしか感じられませんが、応仁の乱以後は、我々の真の身体骨肉に直接触れた歴史で、あって、これを本当に知っていれば、それで、日本歴史は十分だと言っていいのでありますと、発言している。この発言は、奥日本中世史を論じるときに、引用されている。 近世文学史論、諸葛武幸、涙玉ば玉、草さんさん疎水、食涙玉ば玉ほか、大阪朝日新聞書斎論説マイナス1900年8月から1906年4月まで、食、大阪朝日新聞書斎論説、草踏み、時事論明治期から晩年まで、食時事論、新潮水防論、シナ論、新シナ論草さん、序文、旅行記、 韓国東北強し海攻略、三つ島写真長兼育小六、一名品学総合、独自総録東洋文化史研究、新朝史通論日本文化史研究、先鉄の学問品上古史、品中古の文化、品金星史品主学史目と書短、品目録学ほか品海江史、海江市草山古南文、あり、古南歌有、り、和歌、書簡、作品ほか、 内藤寅次郎に関するカテゴリー、ありがとうございます。